どうも、ベレスパスカティゲと思います。はい、ハンツアップ。来週の火曜日から開幕するバグズスタジアム。こちらについて攻略情報をお伝えさせていただきます。まずはじめに、報酬イビキャラのさよなら私のクラマーコラボのソシザキミドリ。こちらについてお話をさせていただきます。まず、得意練習はテクニック。で、金徳はマエストロレジスタの2金徳を獲得することができるようになっております。で、コツの方はね、もう、解明されておりまして、キープ力、アシスト、パス感、で、カバーリング、根性、司令塔、この6つを獲得することができます。そして、まあ、テーブルはね、まだ解明はされておりません。ですが、別イベントで、R だけは配られているんですよ。もうすでに R だけ配られてます。まあ、自分はね、まだゲットできてませんので、Twitter の方から画像をいただきました。まず1レベルの方で、初期評価は15。交通イベントボーナス 20%、 スペシャルタックボーナス 20%、 やる規模なが 20%、 で5レベルで初期評価 25、そして、10レベルでスペシャルタックボーナス 30%、 で15レベルで初期評価 45、 交通イベントボーナス1、交通レベルボーナス1で20レベルでスペシャルタックボーナス 40% で22で初期評価 50 で24で初期評価 55 で26で初期評価 60で、28でやる気ボーナス 30%。で、30でやる気ボーナス 40% という形となっております。まあ、これが分かってどうなるんだと言われますと、他のイベキャラとこれに似たテーブル持ってたらそれと同じのはずなんですよ。なので、それを探してまいりました。で、まあ、これなんだろうというキャラはもう見つけましたね。うん。で、そのキャラはと言いますと、同じ過去の、バグズスタジアムの報酬キャラ。このキャラ。小牧モカ。このキャラと、ほぼほぼ同じだと思う。てか、同じかな。うん。同じテーブルです。はい。まあ、このキャラはね、初期一番初め、一番最初の、バグズスタジアムの報酬キャラです。なので、正直テーブルとしてどうなのと。今更、2、3年前のキャラのテーブルと同じキャラを出してきたんで、正直自分的には不思議なところはあります。まあ、報酬キャラでもね、強くはないけど、まあまあ、ぼちぼちの、性能を測っていたので、いけるんですけど、やる規模なっていう時点で、まあ今ディフェンスしか使われてないんですよ。うん。まあ、これを先陣谷高校で使うかと言われると、微妙かもしれません。はい。で、このキャラの PSR 持ってました。持っているので、まずそのテーブル見ましょうか。うん。まあ、R は微妙かもしれませんが、PSR になればっていうのはありますんでね。はい、そしてこいつの PSR なんです、いましたね。SR は持ってないんですいません。で、PSR なんですけども、まず40の時点で、練習効果アップ 10% と、技術モナ6、で、交通イベント率アップ 40% がつきます。はい、そして、こっから解放していくと、練習効果アップが 20% まで伸びまして、やる規模なが最大 100% までなります。まあ練習効果アップがね、20あるんで、まあ、ぼちぼちの性能は示してくれるのかなという状態でございます。うん。どうなんだろう。もうちょっと練習効果アップとかね、来てくれたらありがたいかなと。30ぐらいまで行ったら、まあキャプテン翼の翼みたいな形で、普通に強いです。まあでも20で止まってしまうと、ちょっと見劣りしてしまうかもしれません。オンダやスオ、タニ君。こいつらに比べるとちょっと見劣りするかもしれませんねというところです。まあでもね、これに追加されるテーブルはあるんですよ。このキャラは固有持ちです。なので、今の小牧のテーブルプラス固有のテーブルになるのかなという形ですね。一応固有値は載っておりました。どこだっけな。ここに載ってたのかな。はい。このイベキャラのところで、イベキャラボーナスで固有出てます。40レベルでフィールドの獅子。試合経験点ボーナスと初期評価アップ。だからさらに上がっている。で、小牧の場合は初期評価70だっけな。これが80、90になってるんじゃないかな。80かな。うん。で、試合経験点ボーナーがつくということで、まあ、悪くはないかなというぐらいのテーブルまでには成長すると思われます。はい、そして超特殊能力のコツとしまして、レジスタの方が不確定みたいですね。うん。まあ、このキャラが欲しいから方は、頑張って、バグズスタジアムを走り切ってください。で、まずこのイベントなんですけども、日数的に結構長くなってます。まあ、火曜日から日曜日なので、火、水、木、金、土、日、6日です。まあ、5日半って言ったらいいのかな。5日半。
まあ、それぐらい、ちょっと長期のイベントとなっておりますね。で、このイベントなんですけども、まず、ボーナス選手を作りましょうと。で、ボーナス選手なんですけども、今回の特攻は、この8体となっております。谷、恩田、スオ。で、テオ、佐伯、イカリス、スム、トーチ。で、ミランダと。この8体です。で、この8体なんですけども、ボーナスをつけた選手がシュート、ゴールすると、バグズに与えるダメージが増えますと。うん。まあ、前線の選手だけ、かな。基本的ね。うん。こういうの選手は攻めないんで、ディフェンス陣は少なくしてください。うん。ディフェンス2の、前線が3、で、中盤が5、で、ディフェンスが2っていうね、システムがありますので、それでチームを組むといいと思われます。まあ、これはね、見といてください、ボーナスはね。で、育てた選手のランクについて、まあ、プラス3でボーナスつきますんで、しっかりとやっておきましょう。はい、補足注意事項としまして、本イベントではバグズへのダメージがスコアに換算されます。ボーナスの効果はイベント終了までとなります。ボーナスは育成時のポジション、フォワード、ミッドフィルダーの選手にのみつきまして、ディフェンスゴールキーパーの選手にはボーナスがつきません。なので、まあ作るならば前線の選手かなと思ってます。で、ボーナスは合計されません。シュートした選手についているボーナス値でバグズに与えるダメージが決定されます。うん。まあ、こういうことなので、結局、前線しか意味がないです。で、今回はね、後衛の選手は作らなくていい。ディフェンスゴールキーパーは作らなくていいので、さっきのシステムでいくならば、8体特攻キャラを作りなさいという形でございます。で、スタメン調子次第により、試合前に選手が交代した場合、交代した選手にボーナスが引き継がれます。なので、しっかりとこれをね、やった方がいい。どうしてもこいつらの特攻キャラを使ってしまうと、そこまで強いキャラが作れません、前線では。まあ、特にフォワードとかで作れません。なので、そいつらは、やる気が低い時に、もう、バンバン交代してくれるよう、控えの選手で、しっかりと用意した方がいいと思われます。以下の場合、育成時のポジションがフォワード、ミッドフィルダーであっても、ボーナスがつかない状態になります。ポジションをディフェンスゴールキーパーに設定した場合、で、ベンチに設定した場合、これは注意しておいてください。で、バグズなんですけども、何体か敵がいますね。5体ぐらいいるのかな。うん。そして、バグズに与える方法としまして、ゴールする。シュートをバグズに当てる。シュートをバグズの弱点に上げる。うん。これでね、ダメージ小中大と変わってきますね。うん。まあ、しっかりと弱点を見極めましょうという形でございます。で、バグズへのダメージの補足としまして、シュート速度が速いほど大きなダメージが与えられます。ということで、まあ、パワー105。うん、せめてね、アスレティス高校で作るとしても、パワーバッジを持ち込んで、パワー104か。パワー104にした方がいいと思います。で、必殺シュートを当てるとダメージ量が増えますので、まあ、5体だけ、この特攻キャラ使って、まあ、必殺シュートを持たせる方がいいのかなと思われますね。あと、シュート操作モードに入ってから2秒以内にシュートして当たった場合、ダメージ量が少し増えます。まあ、これはね、狙い定めてたら弱点狙いやすいんで、パパッとシュート打った方が得点入りますよと。で、バグズによって弱点へのダメージ量は違いますと。はい。あと、バグズにはね、サイズっていうものが存在します。バグズにはサイズがあり、試合ごとにサイズが変化します。大きいサイズのバグズを当てやすく、小さいバグズはスコアが高い。まあ、この辺をね、見つつ、どれを選ぶか、やっていくといいと思われます。本イベントの試合では、ゴールキーパーが、ほとんどセービング行動を行いません。バグズの HP を0にして、討伐すると、その時点で試合終了になります。オンゴールやパスなど、シュート以外のボールはバグズに当たりませんと。いう形となってますので、まあ、この辺を注意して、操作するようにしてください。で、アイテムもあります。抗体薬、活性薬。で、抗体薬はね、試合中のシュート操作時にバグズの動きが止まります。で、あと活性薬はバグズの動きが速くなりますが、スコアがアップする。まあ、この辺をね、うまいこと使ってみてください。で、イベント専用のアイテムは試合スキップ時には使用できません。イベント専用アイテムは試合中に同時に持ち込めません。1個しか持ち込めないので気をつけてください。応援イベキャラは後で説明させていただきます。で、スコアなんですけども、バグズがね、ヘキサゴン、ワーム、トリオレ、で、ワガダマ、スマイルと、この5体がいますね。うん。で、この5体なんですけども、まあ、ヘキサゴンは確か弱点がなかったはず。ワームは後ろの黄色いやつ。で、トリオレは1個だけね、弱点がありますので、それを狙ってください。で、ワガダマは集まった時に当てると弱点になります。両端でかな。で、スマイルは、まあこれはね、ちょっと説明しづらいんですけども、左右に当てるような、的ができます。
的が出たとこ、それを狙ってから、それを当てて、一定時間だけね、うん、メインを攻撃できる時間ができます。まあ、そうするとダメージが与えやすくなるという状態でございます。まあ、そんな感じかな、とりあえずね。で、フィーバータイプはね、スコアにボーナスついたり、必殺シュートが常に打てる状態になったり、必殺シュートを所持してない選手も必殺シュートを打てるように、そうなの？これはちょっと知らなかったな。で、試合時の調子が全員好調になると。うん、これが結構大事になってきますので、まあ、しっかりとやってみてください。あと、全力試合があるんですけども、このイベントは、ボールが3個しか回復しません。なので、最大、最終日で走るとしても、3倍の速度しかならないんですよ。なので、欲しい方は、1日目から頑張らないといけないイベントとなってます。今までのイベントはね、最後、ね、うん、最後の日だけあれば巻き返し全然ついたんですけど、これは1日目から頑張らないといけないんで、皆さん頑張ってみてください。では最後に、まあ、あのボーナスキャラだけ説明させていただきます。で、ボーナスキャラっていうのは、何体か、まあ、初期キャラたちが多いですね。今使われないキャラが応援イベキャラとしてあるんですけども、このキャラたち、まあ、例えば PSR、SR、PR、R って変わってくるんですけども、ボーナスが乗るんですよ。こういう、こんな感じで。うん。で、例えば今やってるのは弱点ボーナス0。で、バグズサイズボーナス。まあ、これをね、バグズのサイズでボーナスが乗るんですけども、それの 40% 増加するという形。で、ゴールボーナスは、ゴールダメージ、うん、与えるときに、それだけ伸びます。ダメージが伸びますので、まあまあまあ、これはね、相手の、このモンスターによって変えるといいと思います。例えばこのモンスター、このヘキサゴンは弱点がないって言いましたよね。なので弱点ボーナスダメージは0にしておきましょう。うん。こんな感じで組みます。で、ワームとかは弱点結構大事なんで、まあ弱点に当てると。で、トリオレとかもこんな感じ。まあ自分のイビキャラでね、PSR 持ってるのを選んだ方がいいと思いますので、まあ PSR の選びつつ、まあ弱点とか、バグズサイズとか、まあゴールボーナスとか、まあその辺を選んでいくといいと思います。こいつなんてね、結構ね、狙いやすいんですよ。弱点狙いやすいから、ゴールダメージよりか弱点を狙ったりとか。まあそういうのもありますんで、まあやってみてって感じですね。前やったことある人は、うん、感覚わかると思うんですけども、まあ自分的にはこんな感じにしてます。うん。まあ自分のを参考にしたいくって方は止めて、うん、動画を止めていただいてこれを見てください。はい、まあ本日はこれで終わらせていただきます。バグズね、うん。ソシザキ、まあこんな感じの能力となってます。欲しい方はしっかりと頑張ってください。また次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。